ううん、うん、すみません急に年賀状を出せないから挨拶だけでもって行きましょう。それにしても全然混んでないですね。こうなると逆に賑やかなの大歓迎って。今年も残すところあと365日となりましたそれはそうだけど時間の感覚わからなくなるよな。じゃあ2夜連続今夜あたり新年会とかやっちゃう。あれ、お、2人とも来てたんだ。偶然って重なるんだね。ご無沙汰してます。昨日もあったでしょ。みんな用事の前にここに寄ったんだと。それでたまたまみんな鉢合わせ。すごい偶然よね。あ、だがその偶然のおかげで実にいい光景を見ることができた。何してるんですか北川先輩。スルーでいい、発作みたいなもんだ。つかこの後どうする。用事まで時間あんなら飯でも行かね。あ、ごめん、この後すぐ家族で出かけるの。俺も寄るところがある。私もお父様と食事。私はこれからお母さんと初。なんだみんな忙しそうだな。じゃあ俺も陸上部の連中誘ってみっかな。私も志保に連絡してみよう。じゃあここは解散かな。うん、またね。皆さん帰られましたね。そういえば先輩、さっき何をお願いしたんですか。新年から切実ですね先輩。私ですか。ですね。あ、すみません。あれ、お父さんからだ。家に親戚が集まってるから挨拶しなさいって。これから駅まで迎えに来てくれるそうです。うちそういうのに厳しくて。誘っておいてすみません。せめて駅までご一緒させてください。袖口押さえないと。せっかくの晴れ着なんだから。うこちらは先輩。前に話したお世話になってる学校の先輩だよ。君か。この子からいつも話は聞いているよ。 お父さん、いつもって本当のことだろ。これも君が選んでくれたんだってね。今更だけどありがとう。お父さんそれ家でも職場でもかけてるんです。気に入ってるからね。それじゃあ私たちはそろそろ行こうか。見て。どうした。なんでもない。それじゃ先輩、失礼します。